はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回は信長の野望革新パープギットを続きをやっていきたいと思います。前回ですね、一条谷に攻略して朝倉を滅ぼしましたので、今回はねそこからの続きになります。でまず信長は一度安土真彼地に戻して、守備のための、城主をですね任命あるいは武将の再配置を行っていきたいと思います。まずですね、岩村城、ここは対武田の、最前線になるというところもありますので、まずですね、一条谷あるいは観音寺、岐阜、この辺りでね優秀な武将、特に守りができる武将を配置していくっていうことをねちょっとやっていきたいと思います。そのために一度軍団を一度再編成するために破棄しちゃいましょう。でその上でまず岩村城なんですが、ここに人材として呼び寄せを行いましょう。やっぱりね関東系といえばどうだろうな、統率で一度相当してしまって、カズマスは入れたいよね、滝川カズマス。あとはカズマス一族を入れちゃいましょうすいません。あとはですね、その他で言うと一条谷も最前線になるので、一条谷には武将をね入れる必要があるかなと思ってます。で一条谷はそうだな、この辺りは勝家を入れましょうか。勝家と義理の息子、養子ですね、勝豊を入れちゃいましょう。であとは御所だよね、桐山、ここにも武将を入れちゃおう。ここ誰入れようかな、この辺りって本来数正の所領だった場所ではあるんですが、数正は、岩村城に入れたので違う人間を入れる必要があるな。成政入れる。成政って他一門衆誰もいないよね。そうなると統率がそれなりにあって成政と支えられるような武将誰か入れてあげたいな。森吉成でも入れとくか。これでいいでしょう。で軍団をもう一回新設しちゃいます。地図でね選択していった方がいいでしょう。御所を中心に清須は一旦どうする、清須は取っとくか。そうなると信兼の軍団ちょっと弱いかもしれないけど、いいでしょう。兵糧なんかもねある程度信長の方に優先的に寄せていきます。でさらに さらにというところになりますね。ここも新しく軍団を作ります。地図で選択、あそうか、今信長が一条谷に攻略したところになっているので、一度信長が安土に帰還するのを待ちましょう。でその間に内政等々を進めておきます。まず技術だね、鉄砲、馬上術、であとは改正、協定結びたいね。堺の承認衆、この辺りは誰もなびかないか。しょうがないかな。協定、酒井、あいけるね。秀吉、あと協定できればもう一個ぐらい入れちゃいましょう。さらにそうだな、内政でいうと奉行も任命しよう。ゲイン、さらに
しょうがないね。じゃあこっから建設を入れましょうか。金はあるので建設します。まず町並みはともかく金銭だよ、金、金が欲しい。召喚、今はねとにかく金が、金が欲しいんだ。あと兵糧は畑、まあ、こんなところかな。他の城もせっかくなんでやれることやっちゃいましょうか。建設、いや奉行だな。で建設で金、もうね金の亡者になってるんで今。金さえあれば何でもできるという感じで入れていっちゃいますね。はい、これで建設一通り入れましたので時間を進行して、まずは信長が安土に帰還するのを待ちます。で商人との協定ですね。ここは協定を結んじゃいましょう。まあ日本刀を差し出してずかずかとこのまま特産品を手に入れていきます。で小山御坊から雷連か一条谷、まあ、この辺りはある程度想定内なので落ち着いて対処しましょう。一条谷は武将どうなってる、確認します。一条谷の武将はまずは勝家が入ってるので、まあ、安心して見てはいられるかなと思うんですけどね。今勝豊しかいないのか、そうなると信長を戻すしかないのか。ただ一旦軍勢の数でいうと雷連が5000で一条谷に入っている城兵1万なんで、何もしなくても弾き返せるかなという感じはしますね。なのでこのまま捨ておきましょう。それよりも内政だ、いや外政だな、契約。欲しいのは桂公職なんでオランダと結びましょう。で必要なのが織物系か綿に絹、この辺りをゲットしていくしかないんだな。 OK だ、桂公職が欲しいので、絹綿、この辺りを一気に集めていきましょう。ではちょっと注意しながらも確認しておきましょう。あと数をしとく。どうだ、カスな武将なんかどうでもいいっていう話もあるんで、統率が高くてっていうところで、あー待遇半兵衛が微妙だな。勝家、勝政、成政、まあ、この辺りは一様に金を与えるしかないな。優秀な武将が引き抜かれるとかなりきついんで、忠誠心が高いとはいえ何があるかわからないので金をばらまこう。さあこれで時間を進めます。ちょっと一条谷の方は注意が必要です。まあ、信長を取って帰らせるほどではないかなとは思うんですけどね。人材登用、今一人でも多く武将が欲しい。統率、朝倉一門はちょっと雇いたくないな。このまま抹殺したいからな。吉川、よし勝家行ってこい。徳川の使者だね。内容は技術、
条件提示でどうしようかな。破壊力上がるはありがたいよね。筋細胞これでいきましょう。よし、案の定一条谷には帰りましたね。でここだ、震源帯が岩村城に向け攻撃開始。ここをどうしのぐかなんですよね。ちょっと一旦時間止めます。どう考えても岩村城の防御が厳しいので、数マス入ってますけど、であれば、ここはキオス、いやー岐阜からかな。岐阜現役誰もいない。キオス城から出陣させるしかないね。大した武将いないけど、逆に食われる恐れはありますけどね。で信長が安土に入ったら早速切り替えましょう。軍団を切り替えます。岐阜は牧前が入ったね。出陣させましょう。いやこれはあれだな、輸送に徹した方がいいな。何かするっていうよりかは兵力を、あるいは軍馬、鉄砲、まあ、鉄砲微妙かな、これを一度岩村城に入れて岩村城の強化に努めた方がいい。さらに軍事、そうか、修復というか拡張ができないね、市場だから。まあ、この辺りはしょうがないですね。で信長が観音寺に入るのをまずは待ちます。まずは木曽義政か。家康からの使者数正ですね。岡崎城へ援軍、まあいいだろう、金をよこせ。その代わり そしたら岡崎城に援軍を出しましょう。岡崎城にはを出す。観音寺から軍勢出すかしょうがないで、軍事出陣で誰を出すかですが、まあ、ここは磯野、これに兵2000を引き入らせて、まずは岡崎あたりまで進出させよう。ちょっとね兵糧がかかっちゃうんですが、まあ、ここは約束事なので致し方なしというところですね。じゃああとは進出します。軍を あとはそうだな、今直轄が4つ、まあ、岩村城今直轄に入れてるんで、これでなんとかしのぐか。もしくは信兼の軍に一度、どうだろう、清須までは入れちゃいましょう。で岐阜、岩村、彼女を直轄にします。これでいいですかね。であとはやっておかなきゃいけないことがいくつかあるので先にやっちゃいましょう。まずは観音寺、まあ安土に入って内政から奉行、そうか、これ建物建ててさっさとやっちゃった方がいいね。奉行でさらに増設した方がいいね。忍者種協定してるからいいっちゃいいけど怖いんで離れたところに建てよう。でその他で言うと、まあ金だよね、やっぱ金、金が欲しいんで、で鉄砲学者をドカドカドカーと、カスな武将でいいので
金がない、どういうこと、いけるね、金はまだある、まあ時間はかかってもいいです、建設に関しては。まあ効率が悪いと言われればそれまでなんですが、ちょっと人材無駄なところに使いすぎたかな。特産品の取引やっていきましょう。絹が欲しいんで、絹、絹織物、相場的には有利なものがいいよな。ちょっと確認します。所持数が多いものの方がいいか、最大数、話にならないって。信長にさ、この特産品で特産品やらせるってどうなの、なんかちょっともったいない気もするけど。であとは金が欲しいので、金だな、心配な岩村城の情勢も確認します。基礎隊、この絵か、いくら欲しい、1万、いや1万は無理だわ、今1万出したらさ金がないから。まあ、つぶてを投げてどうなるかだけど、耐久はまだあるけどちょっと心配だな。これさらに必要になってくるね。まずは出陣して一当たりかけよう。午前、ここはそうだな、カズマス、まあ、カズマスだったら信玄が来る前に基礎隊を撃破できるでしょう。でカズマスは深追いはしない。深追いするな、一度撤退しよう。いいよし、無事武田隊退けたね。結構しんどいんだよね。で磯野隊はどこまで行ってる、まだまだだな。さて秀吉が帰ってきたので、奉行はこのままバイバイで、いや兵糧もないからちょっとバイバイも厳しいな。そうなると取引だね。欲しいのは、しょうもないやつしかないな。木材とかもいらねえからな。必要量が絹だったら533、絹が欲しくてたまんねえな。どうする、320533必要でしょ。ということはもしくは絹、特産品もう一度確認する、もしくは協定、他に結べるところがあるかだな。まともなやつ配してないんで、江尻はどう、信長、さらに米子で人材は登用する。一覧、統率、山崎、いやろくなやつ偉大だ。数は欲しいんですけどね。あとは歩兵をしておきましょう、一度ね。
今8月なんでもうすぐ米がねある程度まとまった数入ってきてくれるとは思うんですが、まあ、この辺りは正直言って魚介類とかどうでもいいんでバンバン渡していきます。鉄砲もいらない。そんなことより今欲しいのはいろんなものが欲しいので、まあオランダとのあれだよね、取引を成立させたいよね。そうするとまあ一回安土に入ってここで取引しちゃう。今欲しいのが絹麺、まあ、絹が一番欲しいので絹持ってるやついないか探そう。絹麺はいるか。米子はない。ちょっと待ってね、取引契約オランダ人とするためには絹麺、やっぱ麺だよな、麺が欲しいんで、麺をどうするかだな。他に持ってそうなやつがいないか確認していくしかないで、こいつらろくなもん持ってないからな。さてさて困ったな、どうする。取引まあ絹、まあ、焼き物とかいらないからな。ここでどうなるかでね、あとは。いや金は無理、今さ公家に金を払う暇はない。で一度磯の隊は岡崎に入れて目標だけは達成しちゃいましょう。でよし、馬上図確認したね。じゃあ続いて鉄砲、連式銃、で他で言うと外製契約オランダいけるね。でさらに指示で甲賀州には機内の黒人州行く堺、いやちょっと待ってね、地図で確認しよう。本願寺攻めるんだったら筒井純慶だな。ただ純慶がどういう、まあ対応に出てくるかにもよるので、筒井に対してまずは一旦対応を見たいけど、これを今見た感じだとどうにもならなそうだな。どうしようかな。まずはまずは一旦進めるか、筒井を攻めておきたい気もするんですけどね。
さあオランダとの交渉ですね、まあ、これは間違いなくいけるね。オランダとの契約が成立されたので、で磯の隊はここは一旦今誰と戦う、農民隊と戦ってんの、農民隊撃破にちょっと力を貸してあげよう。そしたら磯の隊は一旦このままだと撃破されちゃうな。磯の隊が黒人衆にやられるというなんとも微妙な展開になってきたけど、何ちょっと待って、ゲインが足利に寝返った、マジか、やってくれるな。となると攻略目標ははっきりしたね、足利将軍家。出陣していくためには信長が帰ってくるのを一旦待ちましょう。岩村城に信玄、あとは信繁が迫っているという話。さて、そしたらまず岩村城確認する。岩村城、まあ盤石といえば盤石だけどね。計1万3000の軍に対して岩村城が防御が微妙だな。とりあえず修復急いでやろう。で出陣、表示しました。そう、山形か、さすがよ。ただここは一益も武功のものですからね。半端ねえ、マジでさ、待って、一益のさ副将に今刑事いたけど半端ないね強さ。いや、むちゃくちゃ強かったな。一撃で葬ったと言っていいからな。いや、カズマスマジで強い。いや、カズマスじゃない、どちらかというと刑事。うわー、半端ねえわー刑事。打ち取ったが刑事、さすがよ。いや、刑事このまま放っておいても盤石だな。そしたらちょっと岩村城の防衛はしつつ、この先はもう完全にターゲットを切り替えていきましょう。で、まあ足利将軍家を撃破していくという感じかな。なので一旦時間を進めていきます。金もちょっとないんで、今はまずは金を得るところからですね。まあ、武将はだいぶ増えたね。いや、でもな、心配なのは岩村城に今度信玄隊が来てるね。これ再び信玄との決戦になるんであれば、やっぱりねここは
一正、そして刑事、あの前田刑事はね滝川の出だとも言われてますからね、まあ、信玄の部隊と決戦に及ぼう。で内政面で言うと彼女、ここがどうなってる方だ。まずは軍事で言うと、まだ信長が技術に出しちゃったからしょうがないといえばしょうがないんだけど、足軽隊7000、いやちょっと待とう、盤石で進みたいからな。盤石っていうのは進ませる人材で、これは盤石な構えでいきたいので、召喚を入れて、やっぱり信長秀吉この辺りはね人を入れてから足利将軍家の攻略に入りたいので、一旦このまま時間を進めちゃいます。心配なのがここよ。さすがよ、さすがよ、さすが。だがこちらとてやられません。いやマジで強えな、信玄撃破したぞこれ。いやこのまま信玄撃ち取ろう、いけるぞ数増す。さすがだな。で急いで修復しましょう、結構波状攻撃仕掛けてくるからな。であとは岐阜城から輸送しておこう兵を。いや本当にね、刑事の力信玄を超えてると言っても過言ではないですね。二条御所から小谷か、これ逆に攻略のチャンスだぞ。小谷に1万3000の兵が入ってるでしょ。一度軍勢が完全に御所から出るのを待ってから撃破に向かった方がいいな。またとない好機、しかも信長がタイミングよく終わってくれた。今こそ出陣だ。いやもうちょっと引き離したいね。よし今がチャンスだ、出陣する。御所を一気に攻め落とす。ちょっと待って、何がない？鉄砲は？数は？あるじゃないか。騎馬鉄砲隊、騎馬鉄砲でいいか。御所大内隊を先に撃破しよう。お任せくだされ。いや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 、結構ここあれだな、なかなか矢倉が邪魔くさいな。矢倉破壊しとくか。まずは武田から返還の使者確認しよう。岡部元信か、どうする？金を要求する。いやめちゃくちゃ金入ったな。
いや、天海がいるのか、つえーな。ちょっと待って、お前どこに行くんだ。ふざけるな、信孝。強い。負傷で済んだならまだいいわ。いやー強かったな。矢倉ちょっと甘く見てたね。まあただ長政が出城を1個作ってるので、近江のところでね、承知しました。坂本城ができたね。坂本城はね、もともと三井での居城になったとこですからね。さあ、ではちょっとね、時間長くなってしまいましたので、今回は一旦じゃあここまでにさせていただいて、次回足利家との戦争続きをやっていきたいというふうに思います。いや、矢倉が硬くてちょっと思いのほか苦戦してしまいましたね。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。